ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の尾崎持田です。本日は奈良市内にございますおしゃれなワンルーム賃貸マンションをご紹介させていただきます。まず、こちらが様子となっております。こちらの様子は、普通のワンルームマンションに比べて少し、広めにとってありますので、お一人暮らしゆったりと、過ごしていただくことができます。そして、後ろをぐっと見ていただければ、こちらですね、エアコンがもちろん1台ついておりますので、最初から買う必要はございません。そしてこのお部屋の特徴なんですけど、このように上にちょっとしたロフトのスペースがございますので、このはしごを使っていただいて、普段あまり使わないものとかは上に乗せていただければいいかなと思います。こちらのお部屋の収納の方なんですけど、このように、大きなクローゼットがついておりますので、上下に分けて、全部、お荷物を入れていただけるのではないかなと思います。それでは、キッチンのご紹介をさせていただきます。こちらがキッチンとなっております。キッチンは非常にコンパクトなタイプなんですけど、十分に、調理をするスペースもございますし、コンロの方も一口の IH クッキングヒーターがついております。収納の方もですね、上に水切り棚であったりとか、下ですね、このようにたっぷりと収納していただけますので、キッチン周りもすっきりと収納することができます。そしてキッチンの奥にはちょっとしたスペースがありますので、こちら冷蔵庫を置いていただくスペースですね。その横に洗濯機を置いていただくスペースがございます。洗濯の、洗濯の洗剤とかですね、こちらを置いていただける便利な棚がついています。そしてキッチンの後ろがこのようにお風呂となっております。そしてトイレはですね、玄関の隣にここ開けていただければ、ウォシュレットタイプのトイレとなっております。はい、それではお部屋のご紹介の方は終了させていただきます。詳しい条件等は奈良のもてなし奈良心賃貸のまさきのホームページをご参照ください。はい、そんな感じで本日は共栄ビルのご紹介でした。また見てね。